はい、皆さんこんにちは。グッズ紹介系 YouTuber マータンです。はい、ということで、今日はね、いろんなおもちゃを紹介していきたいなというふうに思うんですけれども、今日のおもちゃは何でしょうか。こちらでございます。じゃん、デラックス変身ベルトデザイアドライバー。こちらですね、なんとかの有名な仮面ライダーという作品の仮面ライダーギーツの変身ベルトですね。今仮面ライダーってこうなってるんですね。はい、じゃあ早速ちょっとパッケージの方から見ていきたいなと思います。ですね、パッケージなんかちょっと変わりましたね。前まではここがなんかこう L 字に折れてて、ここ細い紙だけみたいな感じになってたんだけど、真四角なパッケージに全て変わったんですね。すごいこう高級感のある感じのパッケージになりましたね。表面にはまあベルトのデザインとギーツのまあ顔があって、ちょっとアタッチメントパーツみたいなのがあるのかな。シンプルで分かりやすいですね。ベルトが合体&回転、10フォームに変身。10フォームにも変身できるんだ、すごい。俺これ初耳だな。あ、この10パターンが載ってますね。上半身と下半身みたいな感じの組み合わせが多分たくさんできるんだろうなっていう感じだと思います。まあ側面もかっこいいデザインが、こっちにセット内容が書いてますね。デザイアドライバー本体とマグナムレイズバックル、ブーストレイズバックル、ハンマーレイズバックル、ライダーコア ID、 ベルト帯一式と、まあ、こういう内容量になってますと。で、裏めちゃくちゃいろいろ書いてある。なるほど、10パターンに変身する説明書になってるんですね、この後ろが。あ、じゃあこれ見て僕もちょっといじっていけばいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ早速中身開けていきたいなと思います。じゃ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 ん。おお、少ないスペースにぎっしり入ってますね。え、これっていくらだったんですか。7000円か、まあ、確かにこれだけあったら7000円しそうな感じありますけれども、なんかさ、これすげえ変な偏見言うけど、形ちょっとディケイドライバーに似てるよね、このフォルムだけ。まあこういうのはアタッチメントつけたら全然違うんだろうけどね。あー、まあこれここか。あー、ここだ。こうやって抜けんのか。あ、ここでこうやって抜くのかな。え、ちょっと待って、あ、こうやって抜くんだ。ここ押しながら抜くんだね、こうやってね。でかいな、最近の変身ベルト。変身ベルト年々でかくなってないか。そんなことない。こっちにつけると、おー、なるほどね。これなんだ。あ、真ん中につけるやつだ、多分。なんか物入れ、物入りそうなキャップが出てきました。アクセサリー入れとかになりそうだけど、これ決して開くわけではないんだね。これを真ん中につけるのかな。あとはまあこれですね。これなんだ、ここにつけるのかな。あ、なんかついたけど、なんかしょぼい気がするなんかさっきのがゴージャスな気がする、すごく。これじゃない感がすごい。けどこれのパターンもあるってことだね。電池入れていきますか。電池単4、3本入れないといけないみたいですね。あ、これあれだ、押して、これ押してあれだ。はい、第4、3本入れた。これ結構取りづらかったんで、マジで注意。この、あ、なるほどね、そうなってんだ。これさ、押したらそのまま出るのかなと思ったらさ、これ押した上でこれ回転させないといけないんだね、こうやってね。はぁ、あ、はぁはぁ。でね、これ、これね、ライダーコアっていうみたいなんですけど、ここにこうやってはまるみたいな、こうやってね。だから多分、他のパターンの変身ベルトは、コアだけ変えるっていうパターンなのかな、もしかしたら。コア変えれば音が変化するのかな。しそうなギミックないけど、コア変わって全部の音が変わるようになったらすごいけど、そこまで開発追いついてないんじゃないかな。じゃあちょっと1番からやってみようかな。コアをセットしたら LED が発光、変身音が発動。え、あ、なるほど、スイッチ押したかったですね。よっと、あ、デザイアドライバー。え、音が鳴りました。これで多分エントリーってなったから、変身1がこれなんだろうね。お、回す系だ。他にボタンなさそうだな。一応これはこれだけなのかな。じゃあ続いてライダー技術、アームドハンマーに変身。ちょっとこれやってみようか。これをセットすると、お、こっちだけ光りましたね。で、ボタン押すのかな。ボタンじゃねえな。どこだ？回すのか。
はい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 。合ってるよね。もうこれで終わりだよね。え、結構ずっと鳴ってんのこれ。どこで終わるのこれ。どこで終わるんだ。いやちょっと今気づいたんだけど、これこう動くわ。こう動きますね。あーやっぱりある。はい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 。3つ目ですね。もうこれついにですね、これブーストフォームっていうので、ちょっと豪華なアタッチメントをこれでセッティングしていくっていう感じですね。これかな、いきます。お、これずっと鳴るんだよな。これずっと鳴るのどうしたらいいんだろう。おお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 、ちょっと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 、もう一回やりたい、もう一回やりたい。いくよいくよ、これいくよ。何これ。へえ、ここがすごい。ここのパネルがかなり色とりどりに変化してる。ただの LED じゃなくて絵柄も変わるんだよね。面白いねここね。これがブーストフォームで、リボルブオン。ああ、続いてですけど、これですね。このなんか勾玉みたいなお化けっぽい狐っぽい何かを、これも刺していきます。また来た、また来た、また来た。なんだなんだなんだ。場所によって音が変わるのかな。あ、でもなんかガチャッっていう音がするね。引き金を引いてるみたいな。まあ。さあ、じゃあそしたら今度ブーストフォームのアームドハンマーに変身っていうのがあるんで、それやっていきますか。こうして、お、2つ。ほう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 。で、デュアルオン、ブーストアームドハンマー。おー、全部なりましたね。デュアルオン、ブーストアームドハンマー、レディーファイトみたいな感じになりましたね。かっこいいかっこいい。じゃあ次こっちのパーツをこれに変えますか。デュアルオン、これもまたマグナムってことかな。で、アームドハンマー。あ、基本音は変わんないんだね。マグナムフォーム、アームドハンマーっていうのはこれですね。さっきのがブーストフォーム、アームドハンマーなんで、音がマグナムに変わるんだね。音のバリエーションもやっぱりパーツによって変わるんですね。
じゃあちょっと一番豪華なのやってみようかな。これ一番やりたかったでしょ、これ。あ、これで、これでしょ。お、なんか音がちょっと豪華になった気がする。で、リボルバーを回す。トリガーを引く。マグナム、ブースト、ビクトリーって言ったのかな。これ引く。まあね、これが統一されてますね、この色がね。マグナム、ブースト、ビクトリー。え、これで終わり？これ正しい音？なんかはめるとこからやってみた。で、こうはめて。はめます。うん。デュアルオン。あ、ここまで聞いてなかったんだ。ゲットレディー、ブース&マグナム。お、なるほどなるほど、レディーファイトまであるんだね。で、はい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 、まあ、これもこれもできますよと。複雑だな今のベルト本当に。私の時はね、あのカード入れてスキャンするだけだったからね。他ないから。カードのパターンがたくさんあったけど、ギミックがめちゃくちゃあるっていう感じではなかったから。でこの逆パターンもあるわけだ。うん、簡単にもできますよと。最後に、これを反転させると、ああ、まあ、これ、このモードもできますよと。これが変身銃かな。最後、必殺技やってみようかな。ハンドルを2回回し続けて、再びハンドルを回す。グラフィックも変化するんだって。じゃあやってみよう。じゃあまず普通の状態に戻して、で、ハンドルを2回回し続け、お、ブーストタイム。これが必殺技の前ってことだね。これで回したら多分必殺技が出るんだね。あ、マグナムブーストグランドビクトリー。これで全演出見れたのかな。すごいこういろんなとこにこのボタンやギミックがあって楽しいですね。ただ多分技術の変身ベルトってこれで終わるわけじゃないと思うんですよね。このアタッチメントのパーツが多分いくつか出てきて、で差し替えができるみたいな形になってくると思うんで、今後楽しみなやつですね。今回のセットでは一応ここまでということで楽しませていただきました。であれだよね、今主人公こういう感じでやってんだよね、変身ってね。今の主人公はこうして、これで変身ってやって、こうやってんのかな。なるほどね。結構余裕だね、こう指パッチンしながら変身するってね。相手待っててくれてるからね、これ変身ピシッって感じだもんね。私だったらね、こうこう出て、でここで言っちゃうかな、変身で、こう刺して、
ピッカシャッ。このまま変身するから。多分そんな感じだな。多分。変身。うん。まあ、こんな感じでしょうね、きっとね。だんだん省略されてくると思うんですよね、切羽詰まった時とか。この指パッチンをね、何回か省略する日もやってくるんじゃないかなと思う。子供たちがみんなこうやって変身してるのかな、今。なる人なんない人いるからね、これね。リーツの変身で一番大事なのはこの指パッチン力かもしれないね、これ。まあ、ギーツの今日はね、変身ベルト触らせてもらったんですけど、まあ、ほんと年々ギミックが増えていったりとか、なんかベルトが複雑化してるなっていう風に思っております。でもさ、ここまで結構もうさ、しっかり作ってあるとさ、コンセレいらんくねってなるけど、どうなんだろう。結構もうすでにクオリティ高いと思うんだよね。ここからだからコンプリートセレクションとか大人用変身ベルトって出るのかどうかも気になるところですし、まあ、このアタッチメントパーツが今後どれだけ出るのかなっていうのもちょっとね、楽しみなところですね。まあ、私はすごくこういうギミック系は新鮮なんで、もうギミックが増えるっていいですね。ってことで、あ、そうだ、グッズ系紹介 YouTuber またチャンネルでした。またねー。